22日は、日本の詩人、ホルン奏者、雅学研究者。五陽勢天皇の男系12世の子孫である。公爵、この絵集丸の三男として、東京市麹町区永田町に生まれる。母貞子は、加賀前竹14代、前田義康の六女。1907年、学習院初等科入学。1913年、 学習院中等科に進む直前、次養子となることを前提に、叔父の津軽秀薫伯爵の邸宅に預けられる。しかし、ナオマロ当人は、養子となることに不服であり、1913年10月、病気を理由に学習院中等科を一年次の途中で退学し、津軽秀薫の認知の挑戦に同行。1914年、京城居留民団立京城中学校への入学と、 大学を経て、同年9月、旧制行政中学校入学。在学中、秘策を三木露風に指示し、諸女作詞、メロディー、思い出す音を書く。当時の学友に混沌校や津島文治がいた。1917年頃から学業をほぼ放棄し、下流界に出没。混沌校に連れられて、吉原の遊郭に登録したこともある。 この宝刀生活は、津軽家に行きたくないなら、散々遊んで、津軽に感情を押し付ければ、向こうから断ってくるだろうという実刑。この絵秀丸の入れ知恵によるものであった、と秀丸の長女のユリ子は語っている。だが、津軽家は直丸マロを諦めず、感情の始末をつけて何とか直丸マロが戻ってくれるのを、待っていた。1918年、行政中学校を落第して中退。 1919年3月、早稲田大学文学科予科に入学。同年4月、津軽秀丸の死により、養子縁組は破断となった。1920年、諸女作、和玄を上司。しかしやがて試作から遠ざかり、酒に溺れ、小説と劇の研究に没頭、伊藤隆丸、伊藤松を、坂井朝彦、室敦子、浜野英二などと、雑誌、象徴を創刊。 1920年頃からホルンの特集を始める。1922年、時系のこの絵秀でま指揮者として東京帝国大学還元楽団を率い、ホルン奏者として演奏旅行に参加。1923年頃になると創作の道もほぼ断念し、当時日本では普及していなかったスキーに熱中。1925年、 日露交換公共還元団や日本交響楽団、新交響楽団に一番ホルーン奏者として参加。この頃、銀座小松食堂の女給川島峰に放れて、求婚したところ、家族の名を語って、婦女子をたらし込む不届き者との疑いをかけられ、留置場に放り込まれたこともある。1926年、直丸マロ26歳の時、14歳の峰と結婚した。ただし美は、 東京本所の破産した宝石商の娘であり、価格の差から母や兄嫁から猛反対を受けたため正式な結婚ではなく目標という形の事実婚関係であった。このエナうマロとそのつまみね、1926年頃、1929年9月、シフェルブラッド式で NHK に出演したのを最後に、神田の過去病院に入院する。 結核性六膜炎と診断され、公共学団を退団。病を得てからは、妻と共に、鎌倉市長瀬の別荘で療養しつつ、科学研究に打ち込んだ。1930年11月、音楽学の権威の金常清介に、科学論争を挑み、1931年1月、宮廷学人を中心とする和学普及会を脱退。一般愛好者が参加できる。 科学同士協会を結成し、妻と共に協会を主催。1932年、ラジオドラマ、木の目の頃を書いたが、後に、東京帝国大学府知伝染病研究所、附属病院で死去した。異母長兄のこの絵踏みまろからは、あいつはしようがない野郎だけれども、天才みたいな奴だと愛されていた。なお、ミネは、1934年10月31日、 農学士の楠川正則1907年3月12日から1969年6月24日と再婚している。この絵家は藤原忠道の子であるこの絵元座のよしそとしご設家の一つであった。ありがとうございます。